どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第79回。俺的映画速報では今週の映画興行収入についてあーだこーだぐだぐだね喋っていきたいと思います。というわけで9月19日20日の国内映画興行収入ランキングが興行通信社より発表されました。今週はこんな感じになっております。はい、今週はこんな感じになっておりますね。ずーっと来て、はい、というわけでね、今週1位クリストファー・ノーラン監督のタイムサスペンス超大作テネットが土日2日間で観客動員20万人、興行収入3億2000万円を上げ初登場1位を獲得しましたっていうことで、まあまあこれはもう皆さんね、1位が何であるかっていうのはね、もう分かりきった結果だとは思うんですけど、初日から9月22日までの5日間累計、まあ4連休ありましたからね、9月22日までの5日間累計では動員46万8千人、興収1億5000万円を超えるヒットスタートとなっている。ジョン・デビッド・ワシントン、ロバート・パティンソン、エリザベス・デビッキー、ケネス・ブラナーらが共演したということでね。いやーもうね、ほんと話題になってますよね。今後どうですかね。かなりね、興行これからもね、しばらく周囲に座るのではないかと思うんですよ。でね、この映画の最大の特徴としては1回の鑑賞ではわからないので、これ2回3回見る人が結構出てくると思うんですよ。で、ただね、難しいだけではね、2回目3回目見ようとは思わない。この映画ね、小難しいくせになんだかよくわかんないけどめちゃくちゃ面白いんですよ。とにかく面白いんですよ。だからもう1回見たくなるっていうね、なかなかないですよ。小難しくて意味わかんない。普通ね、ストーリーがわからない、なんだか何言ってんだかよくわかんないっていう映画って面白いとはなかなかならないわけですよ。でもこの映画はそうじゃないのね。なんだかよくわかんないんだけど、ストーリーは全然わかんないんだけど、とにかく面白い。これ皆さん結構ね、共通したレビューになってるわけですよね。わかんないけど面白いって言ってる人がすごく多くて、まあ僕自身もそうなんですけど、で、珍しく僕にしてはですね、この映画2度目見に行こうかななんて思ってるわけですよ。僕ね、基本的に1回見た映画を、同じ同時期にね、映画館でもう1回見に行くなんてことはないんですよ。どうだろう。かつて、そうね、ダイハードと資料の腹渡ぐらいかな。まあ、ダイハードはね、2回見に行った。うん。あと、資料の腹渡もね、2回見に行きましたね。そのぐらいじゃないのかな。うん、もうそれももう、ほんと何十年も前の話ですけどね。はい、今回ね、このテネット、もう1回見に行こうかななんて思ってるんですよ。多分ね、そういう人多いんじゃないかな。だからしばらくこれはね、ロングランヒットすると思いますよ。はい。というわけで、京都アニメーション最新作劇場版バイオレットエヴァーガーデンが、土日2日間で動員17万5000人、興収2億5200万円を上げ2位にランクインしましたということでね。はい、累計では、動員39万2000人、興収5億6000万円を超える高ヒットを好スタートを切って、スクリーンアベレージは160万円を超える圧倒的な強さを見せた。2018年に放送された人気テレビアニメの完全新作劇場版で、テレビシリーズも手掛けた、石立太一が監督したってことですかね。まあ、ごめんなさい、この映画僕よく知らないんですよ。このバイオレットガーデンってね、公開日からバイオレットガーデン外伝永遠と自動手記人形の配信が決まっており、興行への相乗効果に期待がかかるということでね。で、これ京アニの最新作ということで、はあ、あの事件が起こってから初めての作品になるのかな。それは注目浴びますよね。へえ、あ、先ほど僕ね、テネットの5日間累計が興収1億5000万円って言いましたけど、間違い、ごめんなさい、7億5000万円ですね。はい。で、こちら、バイオレットガーデンは、5億6000万円ってことで、すごいですよね。ちょっと待って、これ。はい。あ、スクリーン数が少ないんだ。はぁ、テネットの半分以下ですよね。スクリーン数が少ないのに、5億ってすごくないですか？ 5 億6000万円。
ワンスクリーン、スクリーンアベレージは160万円を超える圧倒的な強さ。はあ、これもまたすごいのが出てきましたね。まあ気がつけばね、だって、しんちゃん、クレヨンしんちゃん、先週首位取ったばっかのクレヨンしんちゃん364スクリーン、あの4巻で、ね、劇場公開されてる、しんちゃん超えちゃいましたからね。これはすごい。いやー、そうなんだ。いやいやいや、これ結構今回、実はこのテネットもすごいけど、このバイオレット・エヴァーガーデン何気にすごくないですか？快挙ですね。はぁ。はい。というわけで、その問題のクレヨンしんちゃんなんですけど、先週1位を獲得したクレヨンしんちゃん、落書きキングダムとほぼ4人の勇者は、土日2日間で動員14万人、興収1億7000万円を上げ3位になりましたっていうことですね。まあ随分ね、ランクダウンしてしまったというか、まあ、落ち着いてしまったのかな、興行収入もね。やっぱコロナの影響があるので、こういったファミリー向けのアニメ、作品、まあドラえもんもそうですけど、今回打撃、ダメージでかいですね。普通しんちゃんとかね、ドラえもんって2週3週ぐらいは普通周囲に残るもんなんですけど、あっという間に後退してしまいますね。今年の傾向ですね。そしてこちらですね、これ5位で、先週5位だった、キュースはチーズの夢を見るが7位にね2ランクダウンしてしまいました。そして先週7位だった、このブレイクザサイレンスザムービーがですね、こちらが9位に落ち込んでしまいましたっていうことですね。あのキュースはチーズの夢を見る、これなかなか僕もね、あの動画レビューしてますけど、結構すごい映画でしたよ。はい。そしてこちらですね、強い、根強いね。こちらも4位の事故物件怖い間取りが累計で動員143万人を超え、興収は19億円に迫ってるとのことですね。強いですね。こちらはあのまあコロナでね、この成績は、かなり良かったんじゃないでしょうか。まだまだジャパニーズホラーもね、なんだかんだ言いながらこう首の皮一枚でつながってる感がありますね。まあ、正直ホラーの部分はね、事故物件のこの芸人のサクセスストーリーとしてはこの映画すごく面白かったと思うんだけど、ホラーの部分がいまいちですよね。はい。そして根強く残っておりますね、こちらも。糸ですね、5位です。動員がね、今のところ141万人、興収18億円とね、なかなかの健闘を見せておりますね。そして第6位ね、今回コロナのダメージをもろに食らってしまった映画ドラえもん、のび太の新恐竜がですね、動員253万人、興収それでもね30億円を突破してますからね。まあ損益分岐点は超えたんじゃないでしょうか。まあ歴代どうなんですかね、僕歴代の興行収入からするとどうなんでしょう。もうちょっといってるような気がするんですけどね。ドラえもんってどう、100億とか行ったことあるんですかね。多分あるよね。まあ50億は普通超えると思うんですけど、そう思うと半減したといったとこね、半減したといったところでしょうか。はい。そしてこちらが根強いんですよね、劇場版フェイト。動員106万人、興収17億円を超えました。こちらのフェイトですね、スクリーンがね156巻スタートなんですよ。あ、バイオレットガーデンとほぼ同じだ。バイオレットエヴァーガーデンとほぼ同じ156で、で興収17億円を超えているっていうことで、これ素晴らしいですね。すごいですね。というと、こちらのバイオレットエヴァーガーデンはどのぐらい行くんだろう。まあ、20億円近くは行くという目算でしょうかね。もっと行くのかな。はい。そしておなじみですね、今日から俺は劇場版、まだね、ロングランヒットしてますね。公開10週連続でランクインを果たしております。すごいね、10週連続。累計で動員412万人、興収52億円と息の長いヒットとなっていますということで、どうですか、そろそろまあ、55億円あたりで落ち着くのではないかなと思いますけど、さあこれとね、こちらのテネットですね、テネットがどこまで、興行成績を伸ばせるかにかかってると思いますね。今年はもしかしたら1位争い、この作品とテネットになるのかもしれないけど、テネットもね、どうですかね。
だからお客、観客選ぶような気がしますね。あんまり若い子たち見に行くのかな？どうだろう？中学生とか高校生がこの映画を見る、特に女子ですね。中学生の女子とか高校生の女子がね、テネットを見るかっていうとどうだろうって思いますね。こちらはやっぱ幅広いですよね。老若男女が楽しめる。やっぱりテネットとはいえ、50億突破は厳しいのかな。でもコロナがね、今ちょっと落ち着いてきているので、その部分ではね、追い風にはなっているんですよ。あと世界的にも結構ヒットしてるんですよね。ただね、アメリカがまだで、アメリカも映画館ずいぶん開いてはきているんですけど、とはいえですね、サンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルスといったね、肝心のエリアの一番、要するにブロックバスター、なんていう大型、一番こう稼ぎ時になるドル箱の映画館がまだ開いてないんですよね。これがどう響くか。で、一番今回ね、コロナで一番ダメージを食らったのがディズニーなんですよ。やっぱりディズニーってファミリー向けじゃないですか。だからもうディズニーはね、映画館では儲けられないと、もう白旗あげちゃってね、早い段階で白旗をあげて、いわゆるムーランがね、ディズニープラスで配信されたわけなんですね。で、ディズニーって会社はね、映画で儲けてるわけじゃないんですよ。やっぱりね、テーマパークなんですよね。そのテーマパークがもうこんな状態でしょう。で、かなりね、経営的にやばいらしいですよ、ディズニーは。なんかそんな話、町山さんがお話ししてましたけど、かなりやばいらしいんですよね。アメリカのディズニー、テーマパーク、ディズニーランドはですね、なんかコロナ騒動にもかかわらず、無理やり開いた、開館させて結構話題になったっていうかね。このコロナ騒動の中ね、オープンさせたらしいんですよね。かなりこんね、こんな状況でオープンするっていうのはもうよっぽどか経営状態がまずいってことなんでしょうね。そして、ムーランはね、制作費200億円かかったらしいんですよ。多分ね、配信ではとてもペイできない。で、ちなみにね、このテネットも200億円かかってて、ムーランも200億円なんですよね。で、損益分岐点。200億円の制作費に対して、全世界の興行収入って約3倍ぐらい上げないと、損益をね、回収できないらしいです。制作費回収できないらしいんですよ。つまり、200億円だから、全世界興行収入が、600億円いかないと、赤字になっちゃうわけね。いやー、程遠いですね。テネットもね、かなりの赤字が出てしまうんじゃないかな。それ以上にディズニーのムーランがね、とんでもないことになっちゃうってことで。日本ではね、比較的コロナがちょっと落ち着いてきて、この4連休、かなり人出がね、観光地戻ってきたらしい。すごく混んでいたらしいですね。またこのしわ寄せがね、今後の感染者数に出てくるんじゃないかってちょっと心配ではありますし、今後、気温がどんどん下がっていく中で、湿度もね、どうなのかな、湿度も下がり、気温も下がっていく中で、ウイルスが活動しやすい季節になってきますからね。今後、コロナがね、またぶり返していくのか、このままね、収束していくのか、本当はね、収束していただきたいんですけど、どうなるかね。それに、今後次第ですね、映画もね。テネットはちょっとね、制作費回収は難しいんじゃないかなと思います。ということで、ちょっとね、長々と話をしてしまいましたけど、手っ取り早くね、今週のミニシアターランキングも見ておきましょうかね。今週こんな感じです。もうほとんど動きないですね。ミニシアターもね。1位がギブンですね。これ、あれ、BL ですよね。そして2位も先週に引き続き、ミッドナインティーズです。そして第3位は、こちら、メイキング・オブ・モータウンという映画が第3位になりました。スティービー・ワンダー、マービン・ゲイ、ジャクソン・ファイブなどを輩出し、2019年に創設60周年記念を迎えた音楽レーベル、モータウンの生死を描いたドキュメンタリーですね。創始者ベリー・ゴーディにより、1959年にその歴史をスタートさせたモータウンレーベルは、ソウルや R&B の数多くのヒットを連発し、数多くのスターを世界に送り出しました。本作では創設者ベリー・ゴーディが初めて密着を許可した取材映像、関係者や所属アーティストの回想や証言など貴重な映像群から構成されています。ゴーディの親友で戦友でもあるスモーキー・ロビンソンと旧友を
温めながら、コーディの一代記とともにモータウンの60年にわたる歴史、そしてレーベルの魅力を解き明かしていくっていうことでね。はい。まあ、まあ、これはね、僕全然知らない世界なんで、まあ多分全然見ることはないんですけど、好きな人にはたまらないんでしょうね。モータウン。モータウンっていうのは、あれですよね。車ですよね。車の、いわゆるデトロイトとか、そこら辺のことを指すのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあそこから来てるんでしょうね。音楽レーベル、モータウンっていうのはね。まあドキュメンタリー、音楽ドキュメンタリーということですね。まあ好きな人にはこれたまらないんでしょうね。まあ第3位に来てるんだから結構ね、まあこれらこのスティービー・ワンダーとかね、あのジャクソン5とか、まあ好きな人にはたまらない。まあでもかなり年配の方でしょうね、モータウンなんて。はい、僕ちょっとごめんなさい、詳しくないのでよく知りませんっていうことでね。はい、そしてね、第4位、こちらも新作ですね。はい、こちら白爪草ですね。全キャストがバーチャル YouTuber で描かれるワンシチュエーションサスペンスですね。主演はテレビ番組超人女子戦士ガリベンガー5なのでも、 V っていうのかな、5なのかな、でも人気の電脳少女シロ。あ、僕見たことある、これ。あのゲームやってる子ですよね。なんか可愛い女の子でゲームやってる、あのゲーム実況やってる女の子の YouTuber の子なんですが、見たことありますよ。この子可愛いですよね、電脳少女シロ。フラワーショップ花組で働き、ごく普通の静かな日常を送っていた、など白樺葵のもとに服役していた双子の姉、白樺紅から6年ぶりに会いたいという連絡が来る。カウンセリングを受けながら日々を過ごしている葵は、カウンセラーの桔梗にも相談し、意を決して紅と会うことにする。花組を再会の場所に指定し、花々に囲まれた部屋で紅の来訪を待つ葵だったが、不安のために落ち着かず紅から逃げるよう帰宅を考え始める。しかしその時、来客を告げるチャイムが鳴り、てんてんてんと、まあ、ストーリー紹介されているんですけど、なんだかさっぱりよくわかりませんな、このストーリー。なんか、ワンシチュエーションサスペンスらしいですよ。電脳少女シロ、皆さん知ってますかね？まあ、僕もね、別にファンでも、バーチャル YouTuber って、まあ、あんまり興味ないんで、ほとんど YouTube 結構僕見る方なんですが、あんまりバーチャル YouTuber は見ないですね。あ、僕もよくよく考えたらバーチャル YouTuber やってますよね。にゃにゃにゃーんってね、やってますけど、はい。へえ、まあまあ、ついにね、バーチャル YouTuber も映画化される時代になりましたね。まあ、いつかはなるだろうなと思っていたけど、意外に早かった。へえ、電脳少女シロさんがね、バーチャル YouTuber として映画化されて、映画に出てくるわけですね。まあ、ファンの方にはたまらないでしょうけど、バーチャル YouTuber ってそんなにあれなのかな？ニーズ、パイがあるのかな？だ、まあでもね、ランキングに入ってるわけですから、まあまあまあ、それなりに、あるわけですよね。今バーチャル YouTuber はもう数が増えすぎちゃって、まああれですよ、群雄割拠というか、まあ今ね、バーチャル YouTuber 始めるのも結構厳しいらしいですね。まあいろんな企業とかがね、参入してるらしいんですけど、まあクリエイターとかね、企業がね、参入しているんですけど、なかなかね、チャンネル登録者数が伸び悩んでるそうですね、再生数ともに。それなりにね、バーチャル YouTuber 作るのもお金かかるでしょうからね。声優さんも揃えなきゃいけない。絵描きさんもいるしね。まあ、それなりに結構、スタッフ、本気で作らないとなかなかね、見てもらえない。難しいと思いますよ。やっぱり台本も必要ですし、まあ、なんて言ってもね、魅力的なキャラクターにしなければいけないですからね。結構、バーチャル YouTuber の世界もね、厳しいんじゃないかなと思うけど、でも一回当たるとこれもね、ドル箱になりますからね。まあ、こうやって、バーチャル、YouTube と映画がね、コラボしていくっていうのももう今後主流になっていくでしょうね。まあ、逆に言うと映画会社、映画産業もね、業界も、YouTube も視野に入れていかなきゃ、まあ、YouTube とのコラボもね、視野に入れていかなければならないのかなと思います。はい。というわけでね、今回ちょっとごめんなさい、グダグダになってしまいましたけど、今週のね、俺的映画速報はこんな感じになりましたということで、まあ1位はね、テネットでしたね。まあ、このテネットの首位がいつまで続くのか、ね、次じゃあこの首位を奪うのはね、どんな映画、どんな新作になるんですかね。はい。まあ10月以降、これからね、秋のシーズン入りますので、アカデミー賞を意識した作品がね、公開されるようになってくると思われます。あと、
コロナでね、のびのびになった、のびのび、公開がのびのびになってしまった対策も、まあ一部そろそろね、公開されていく。例えば007とか、あれはいつだったっけ ?11 月ぐらいかな ?007 って11月だったっけ、うん。まあそこら辺の作品がね、公開されていくと思うんで、そちらも楽しみにしたいと思います。もうなんつってもやっぱりね、アカデミーのそろそろ前哨戦といいますか、こうアカデミーを狙ったね、優れた作品が出てくると思うんでね。いやいや、やっぱり秋は映画っていうね、映画の季節ですから楽しみですよね。というわけで今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。